はいどうも、ヘビフロッグと申します。水の中で何かが動いていますね。お、これは分裂する矢印、プラナリアですね。有名な話ですが、このプラナリア、体を切ると分裂します。面白いですよね。ですが今回はこのプラナリアを切りません。今回このウズムシに行う実験はここにある鋭い針で刺していきます。実はこのプラナリアの仲間は分裂するためにあえて切れやすい体を持っています。ですので針で刺して固定しても自ら自分の体を切って脱出することが可能なんですよね。というわけで今回はそれが本当なのか、実際にこの針を使って検証します。それでは早速やっていきましょう。それでは早速刺していきます。もちろんこいつにはダメージはないのでご安心ください。さあどうなるでしょうか。ほら、うお、うお、見えたでしょうか。一瞬にして針から抜け出しましたね。それではもう一度刺します。よく見てみると愛嬌のある顔をしていますね。ほら、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 ほら。もちろんダメージはありませんが、頭の方はかわいそうなので、この後ろの方を刺しましょう。ほら、さあどうなる？お、どんどん穴が広がっています。おお、広がってる広がってる。自ら移動して、刺された部分の穴を広げていますね。うお！なんとプラナリアは刺された部分の穴を広げて脱出しました。すごいですね。それではもう一度刺します。ほら！うお！ほら！うお！端っこの方であれば一瞬で逃げますね。ほら！さあ、これは大丈夫でしょうか。お！お！体の真ん中に刺しましたが、なんと1分ほどで脱出しました。すごいですね。それでは刺します。この頭はかわいそうなのでこの後ろの方を刺します。ほら、やはり一瞬で逃げますね。ほら、ほら、おお、プラナリアは決して固定されません。すごいですね。それではこいつでも検証します。ほら、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 さあ逃げれるか。なんとそのまま体を分裂させました。針で刺すと数が増えます。恐るべし能力です。はい、というわけで今回はプラナリアを針で刺すとどうなるのかでした。郊外ビルの時と同じで自分の体を切って逃げましたね。他の生物からすると致命的ですが、このプラナリアからすると繁殖するチャンスですね。というわけで今回はこういう感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。